はい、皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に見ていきたいなと思うわけなんですけれども、これはね、ビッグニュース。すごいよ、皆さん。ファインラボの鈴木社長、いや、IFBB エリートプロの鈴木プロが、まあ、いますよね。で、当初、10月29だっけかな、に行われるエリートプロの大会でプロデビューをする予定でした。が、1ヶ月ちょっと早まりまして、9月16から18まで行われる、アーノルドクラシックヨーロッパ。このスペインの地で行われるアーノルドクラシックにて、プロデビューすることが決まりました。すごいことなわけですよ、これは。まずこのアーノルドクラシックヨーロッパ。誰でも出れる大会ではありませんと、向こう側が招待を送って、要は向こうがいろいろ審査して、この大会に出るべきな選手なのか、まあそういうところいろいろ見て招待を送りますと。まあその一人に鈴木社長がまず入ったと。でまあ、一ヶ月半さ、早まるから大会に出るのがね、その減量のスケジュールとかはさ、大変になると思うんですよ。だって、今で考えたら3ヶ月ぐらいあったものが半分になっちゃったから早めに仕上げなきゃいけないとかいろいろこう狂うじゃん、スケジュールが。だからまあ本人悩まれるところもあったみたいなんですけれども、まあ出るということで、これはもう全力応援の日がねまた増えたよ皆さん。これペーパービューとかでまあきっと見れるでしょう。もう見るしかないですよと。スペインだからね、夜中かもしれないけど、そんなこと関係ないですよ。見るしかないですよ、というね、もう本当にすごい。もう、IFBB プロで言うと、オリンピアとか、アーノルドクラシックオハイオ、だから、1番、2番ぐらいの本当規模を誇る大会なわけですよ。そこに、日本人ではもちろん、唯一、今プロとして活動していくのは、鈴木社長しか、エリートプロはいないから、まあ唯一ですよね。まあ横川さんが、プロ戦出るってなったら別だけど、でも、アジア人でも、いるのかな？そんないないと思う。もうほんとそれぐらいのレベル。で、ここには、例えば、ハトクマが前紹介した首がめっちゃ太い、ルビエル・モスケラ。彼が、まず出ますと。まあ、この選手は体重別なのかな？確か。95キロ以下と95キロ以上みたいなボディビル分けられてるので、直接戦うってことはないと思うんだけど、まあ、彼も出るし、ミカシボネン。この選手、何回か取り上げたことあるんですけど、この方が鈴木社長と戦うみたいなんですよ。で、この方は、今現状のエリートプロの中で、まあ、一番ぐらいの選手。だビッグラミーとかブランドン・カリーみたいな、そういう選手です。ミハイル・クリツォ・クリチャネクっていう、まあ、選手、めっちゃでかい人が、IFBB プロに来るよーっていうのを、まあ、最近、ハトクマとか、いろんな方がね、こう、紹介してると思うんですけど、まあ、彼はもともと、エリートプロのそのナンバーワンだったんですよ。で、ミカシボネンが、まあ、ナンバーツーとかなんだよね。まあ、そのナンバーワンの椅子をめぐって争ってたライバル。めちゃくちゃこれ見ていただいてわかる通り、バランスのいい体をしてます。メリハリのいい体をしてます。そして、このコンディション、これは、大会の映像じゃないよ。ゲストポーズの映像。それでこの体、このケツをしている。コンディションの作り方、ポージングの取り方、筋肉の作り込み方っていうところが本当にプロフェッショナルで、もう彫刻のように体を作り上げてくるような、まあ、バランス型の選手です。それと鈴木社長は戦います。これがまず楽しみで、鈴木社長本人も、まあその仕上がりは正直急ピッチで進めたりしなきゃいけない分大変とかいろんなね、ところはあると思いますと。まああると思うんですよ。ただまあこのナンバーワンぐらいの選手を並べるだけでまあ光栄だし、いろんなものを吸収したいみたいなねことをおっしゃられておりました。ただその結果の話をしてもさ、まあ結果はまだわからないよ、どうなるか。でもかなりねサイズもなんか上がってるように見えて、普通に勝てるんじゃないみたいな、そういう楽しみもなんかハトクマ的にはあって、まあこの映像は一ヶ月ちょっと前のものなので、今もうちょっとね、絞れてバリバリっとなってると思うんですけれども、最近鈴木社長はあの、パーソナルトレーニングとかも始められていて、一般の方をね、の教えられたりもしてるんだけど、エリートプロのさ、これだけ歴のある方のパーソナルがすぐ受けれるっていうのもすごいなって思うんだけど、あの、カメッシュさんとか、松坂さんとか、天野さんとか、そういった方々、あと古越さんとか、
IFBB プロの方とも一緒にトレーニングしたりとか、なんかちょっとこう見たりとかもしてるみたいなんですよ。で、カメッシュさんもめっちゃでかいんですよ。めっちゃでかいし、ボディビル212に出るってことは、まあ鈴木社長も体重的には212の、まあプロだったらね、IFBB プロだったらそこのカテゴリーじゃないですかって見たときに、まあ正直体の厚みとか丸みとか、なんかその岩のようなこの鋼鉄のような感じっていうのがすごく鈴木社長ってあるじゃないですか。でなんか聞いたら体重はあんまり変わってないんですけど、なんか体の質だったりとか、その部位の作り込みっていうのがかなり変わってきて、まあ調子がいいと。で、これはエリートプロに、まあ好まれる、その審査基準に合うような体に、まあ作ってってるっていうことで、まあ本気でね、勝ちにいってると。まあそれはもちろん、この後ですね、まあスケジュールの話をしますと、まあ当初予定していた10月の大会、これは出るみたいです。なので9月の大会が終わった後に、10月のフィリピンだったかなの大会に出ると。で、その後11月、これはまたでかいのが1個ありまして、それが何かというと、ワールドチャンピオンシップっていう大会がありますと。で、これは、さらにまあ、粒揃いの選手、まあこれも招待制で、本当にだから、オリンピアみたいな感じですよね。例えると、オリンピアもピラミッドがこうあって、IFBB プロがいっぱい下にいて、その中でこう優勝したりする上位に行く人たちだけがオリンピアっていうところに行けて、で、さらにその中でも一部の人しか上位に行けなくて、大体の人は順位もつかないみたいなさ。で、まあ、頂点に登る人がいるとか。まあ、それがビッグライミーとか、ブランドはヘンドリクソンとか、デレク・ランスフォードとか、あとま、クリス・バムステッドとか、まあ、そういうのになるわけなんだけど、まあ、そういう感じで粒揃いしか本当に出れない大会があるみたいなんですよ。で、その10月の大会で優勝とかすれば出れるのかなっていう、本当にそういうレベルで、で、もしその似たような戦績の人がいたときに、まあ、やっぱりその、実績とかでさ、なんか、この人もっと実績積んでるから、じゃあ今回はこっちかなとか、そういうのありそうじゃないですかってなった時に、アーノルドクラシックヨーロッパも、まあ、すごいでかい大会で誰でも出れるわけじゃないから、まあ、実績にもなるしっていうところで、まあ、今回出られるみたいなところもあるのかなって思うんですけれども、まあ、とにもかくにも、今年の9月、あと1ヶ月半後ぐらいに、スペインの地で日本人がポージングを取ります。しかも、エリートプロ最高峰の大会で、ポージングを取る。しかもそれがプロデビューということで、皆様ぜひですね、こちら応援一緒にしていただければと思います。鈴木社長のアップデートはまたね、引き続きやっていければと思いますが、まあ、本日はね、プロデビューを決められたということで、しかもその大会がめちゃくちゃでかいということで、そこのお話をさせていただきました。今日の動画はここで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。良ければ皆様の感想、ガイドライン設けてはおりますが、コメント欄に書いていただければと思います。また、この動画面白かった、楽しかったと思っていただきましたら、高評価ボタンのクリック、何卒よろしくお願いいたします。また、ハトクマチャンネルの登録、まだされていない方がいっぱいいるのは、わかってます。なので、チャンネル登録のほど何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で皆様お会いいたしましょう。それでは、バイチャ。